にちは、メイクアップアーティストのアリサです。今回の動画はメイクの次に大事なこのカラコン、カラコンの付け比べ、そして選び方を紹介したいと思います。はい。でカラコンってつけるだけで目が大きくなるし可愛くなるし、本当外せないアイテムですよね。まず最初に知ってほしいんですけれども、この瞳の大きさには黄金バランスというものがあります。この黄金バランスに合わせたカラコンをつけると一番可愛く見えると言われています。だからあまり欲張りすぎず、自分の目の大きさに合ったカラコンを選ぶことがとても大事です。この黄金バランスは白目が1に対して黒目が2なので、1対2対1が黄金バランスになります。例えば目の横幅が 24mm の人だったら、それを4で割って6になりますよね。なので白目が 6mm、 黒目がその2倍の 12mm、 そして白目が 6mm になっていれば OK です。カラコンの箱に書いている DIA、 それはカラコン自体の大きさであって、この着色直径ではないので、その着色直径を見て選んでください。はい。それでは大きさの選び方が分かったところで、今度はカラコンは大きく分けて2つに分かれます。このようにですね、縁ありと縁なしの2つに分かれます。縁ありはこのように縁がはっきりしていて目力がアップします。縁なしはふんわりとした印象でナチュラルな目になります。はい。付け比べしてみます。このようにつけると違いがすごく分かるんですけれども、こちらが縁なしでこちらが縁ありです。ハーフ顔にしたいんであれば、この縁ありがおすすめです。カラコンって色ですっごくイメージが変わると思います。なりたいイメージや洋服で色選びをしてください。私が持っているカラコンは5色です。まずこのブラウンとブラックとライトブラウンとグレーと、最後にこちらのブルーです。こちらの5色を付け比べていこうと思います。この縁なしのブラウンをつけました。カラコンの中で一番男性受けがいいと言われています。そう、ブラウンはこのように落ち着いた発色で、カラコンの色の中でダントツ自然で、どんな洋服やメイクにも合います。とても使いやすい色です。ほんと柔らかく優しい印象に見えるし、日本人の瞳に一番合いやすいです。はい。それではこちらブラックの縁なしとブラウンの縁なしを付け比べて見てみます。ブラウンよりもブラックの方が瞳が強調されてデカ目効果があります。ブラックもナチュラルにデカ目効果があるんですけれども、やっぱりブラウンよりブラックの方が目が大きく見えますね。両目ともブラックのカラコンをつけました。ブラックはこのように小動物のようなクリッとした可愛い印象になります。で、学校や仕事先、あとバイト先にも使いやすい色だと思います。はい。ではグレーの縁ありをつけました。で、こちらブラックと付け比べると分かるんですけれども、このグレーの部分が瞳がうるっとしているように見えます。ちょっと離れてみると分かるんですけど、漫画のようなキラキラな目になります。はい。両方グレーをつけました。グレーは人と被りにくいので、おしゃれなファッションをする人とかに合いやすい色だと思います。グレーはこのようにクールな印象を与えるので、大人っぽく見せたい時にもおすすめの色です。コンタクトのメーカーによってレンズの発色は違うんですけど、私のこのレンズはちょっとつけるとグリーンの発色が出てくるので、ハーフ顔に見えるんですね。最近はちょっとこれがお気に入りでよくつけています。続いてこちらです。ライトブラウン、ヘーゼルですね、こちらをつけました。グレーと
ライトブラウン比較すると分かるんですけど、同じハーフ顔に使いやすい色なんですけど、全然イメージが変わりますよね。やっぱりこっちのライトブラウンの方が優しい目元になります。はい、両方ともライトブラウンをつけました。やっぱりハーフ顔にするには一番これがおすすめです。私の持っているこのライトブラウンはすごくナチュラルなんですけど、メーカーによっては発色がすごくいいものもあるので、またイメージが変わってくると思います。はい、ライトブラウンに続いて次はブルーをつけました。ブルーは本当つけるだけで一気に印象が変わります。涼しくてクールな目元になります。服によってはフランス人形みたいな可愛い目にもなります。日本人にはもう使いにくくて難しい色になるんですけど、コスプレの時とか一気にイメージを変えたい時には本当使いやすい色です。ブルーを選ぶ際は深いブルーを選ぶか、もしくはグリーンがかったブルーを選ぶと使いやすいかなと思います。今回紹介はできないんですけれども、グリーンやピンクとか他にもパープルとかもあるので、イメージに合わせてカラコンやメイクを変えて全力で女の子を楽しみましょう。最後まで見ていただきありがとうございます。少しでも参考になればグッドやコメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。